お米の魅力を最大に引き出す料理といえば、おにぎりだ。あ、つらい。イミリとアイナのもぐもぐコミュニケーションズ。続いてはこちらのコーナー、もぐもぐだから。ちょっとアフガンマナちゃん入ってる。もう毎回スタジオに島田龍馬さんの芦田丸だよ。マナちゃんじゃないよ。入ってるのは島田龍馬さんの芦田丸だよ。入ってるのマナちゃんの方じゃない、マナちゃんの真似してる方だね。はい、噂の美味しいお取り寄せの方をご用意しました。はい、はいはい、私が食べてその味を分析いたします。さらにその回の印象が残る1枚として各1枚ずつスーパーモグショットを撮影いたします。はい、番組ページにアップいたしますのでこちらもご覧ください。うん、今回はこちらです。秋の味覚、栗ご飯でございます。好きだろ栗ご飯。ほら好きだろ、好きだろ栗ご飯。栗ご飯大好きだ。栗ご飯好きだろ。私はそもそもご飯っていうものが大好きなんだ。それに私の大好きな栗を乗せるとはどういうことだ。じゃあ行きますよ。お手手とお手手を合わせていただきます。いやもう最高だね。見てよこの栗、丸ごとだよ。最高でしょう。これをご飯と一緒に、しゃ、あーほら、あコロっていった。あーいいね、美味しいね。いただきますね。先生見せびらかしてきます。もう栗の甘さとご飯のもちもちのベストマッチよ。うまいね、季節だもんね。そうだね、秋の味覚だよね。秋の味覚だもんね。そりゃあ食べれちゃうんだ。ご飯も飛んじゃった。楽しくなってきちゃった。食べないの？え、私食べないの？え、私、うん、私うん、まあ、前回もね、前回からちょっとそういうねお話とかをしているけれど、うん、ね、多分ねこのタイミングでね、多分、まあ、君スタッフさんにいじめられてるよ。やっぱそうなのかな。でも何もね、うん、何もね意図してなかったって言われたのさっき。しかもね、もともともぐこみってそういう番組だから、そういう番組だからってね、さっきからずっと繰り返し言われてる。そうなの。うん、まあね、やっぱりお米久々だな。こんにちは、お米。いや、アイナ。はい、お米こんにちは。どう、久しぶりに見た僕。僕輝いてるでしょ。すんごい輝いてるよ。君はね、すごい美味しそうだよ。今にでもすぐにでも全部かぶりつきたいよ。どっから食べる？私、僕はどこからでもいいよ。私じゃあ最初、うん、まずはね、このお豆ちゃん。そこ美味しいよ。美味しいよね。栄養素たっぷり。いただきます。僕のアイデンティティのお豆だよ。うん、うん、すごい美味しい。美味しいよ。次はどこ行く？お豆行こうかな。栄養素たっぷりだよ。僕のアイデンティティのお豆。お豆？お豆。お豆なくなっちゃった。お豆。次はどこ食べる？やっぱね、あの栗をね。栗？うん。いいの？栗って結構栄養素たっぷりだよ。もしかして本体よりも、本体よりも栄養素たっぷりだよ。ちょっと置いとこうかな。じゃあアイちゃん、特別に私が栗割ってあげるからね。ほんと、うん、ありがとう。アイちゃん割ってあげるね。うん、よし、いい感じ。これと、はい、私が食べてもいいの？お、じゃあ食べさせてあげるよ。身代わりフレンズ、身代わりフレンズ食べさせてあげるよ。私ね、うん、誰かのために自分を犠牲にすることができない人間なの。そうなの。アイちゃん、あ、うん、アイちゃん、アイちゃん、はいはい、アイちゃん食べよっか。はいはい、え、あ、でも先輩からのね、あ、私が食べる。
犠牲にすることはできないと言っていたユミミが、だって別にご飯食べることで何を犠牲にするの気づきました。気づきました。これが友情です。もぐこみで得られたものは大きかった。頑張ってね。体重制限、体重制限、ご飯制限、カロリー制限、あとちょっとなんだ。おいしいご飯待ってから。本当はい、頑張る。本当に。あ、でもうまかったな。うわー、甘かったな。どうしよう、本番になってアイナさん雪だるまになってたら。この数日間でめっちゃ食べ過ぎて太りました。歯止めが効かなくなりました。ね、人間冬一番食べるからね。いや、本当ね。そう、一番ね、歯止め効かなくなるからね。気をつけような。そうだね。じゃあ、ぶすぎ。はい、行ってみましょう。まず、私、鈴木。ハマったぞ。星3つだよ。えい、もういやもうそれ以上言うな。うん、でまあオリジナル項目なんですけど、はい、まあ、やっぱりね、改めてその、うん、お米のね、大事さというか、はい、お米は本当に美味しいんだぞっていうことをね、はい、こう改めて感じた。お米だけでもこんなに甘いんだぞっていうことだったりね。そう、今の言葉の中のお米のカウントが3以上入ってるっていうのが面白い。一番、いや、もうお米をね、やっぱりね、我慢したらね、ダメだってことは私は分かりました。そうだね、お米ってとっても大切でとっても美味しいの。星水じゃないよ、100だよ。もうこんな、もう流れ星やん。お米、お米はうまい。多分しばらくずっと米しか言ってないよ、うん、じゃあ続いて花森さん言おうかな。ハマったど、うん、星3つ。いや、そうだよね、やっぱりね、今のうちにこれ食べておかないと。11月中にね、やっぱね、秋だからね。まだ秋っていうね、この段階でね、食べておくね。まだもう終盤だけどね、うん、栗がやっぱりもう今の時期甘くて美味しいね。蓄えた後だから。そうだよね。そうそうそう。で、オリジナル項目はね、ズバリ、はい、アイナさん、はい、早く本番終わって美味しいもの食べてほしいと。はい、欲しい無限です。いや、ありがとうございます。頑張ってね。こんなことにオリジナル項目を使っていいのかい。いいんだよ。いいのかい。大丈夫。もうね、早くね、じゃあ終わったら、うん、終わったら私は好きなものを食べようと思う、うん、食べましょう。食べます、いっぱい。そうだよ。うん、そう、今だけ大丈夫。許してもらえるわ。でもちょっとだけね、今食べれたことによって、うん、気持ちがね、ちょっとね、うん、そういう食べれないストレスみたいなものからちょっと解放された感あるから、うん、チートデイだから大丈夫。そうだね、多分今日はチートデイってずっと毎日言い続け、そう、そしてみんな太る。はい、はい、ということでですね、このもぐもぐ図鑑では私たちに分析してほしいお取り寄せグルメを大募集中でございます。はい、教えていただいたお取り寄せは実際にスタジオで私たちが分析いたします。以上、もぐもぐ図鑑でした。うまかった。お米の魅力を最大に引き出す料理といえば、まあ、やっぱりね、付け合わせとかもすごい大事だと思うんですよね。私はね、卵焼きですよ、卵焼き。ユミリとアイナのもぐもぐコミュニケーションズ。